わ、めっちゃ痛い、すごい、あー、なにこれって感じ。こう充実してるのが分かる、うんうん、あのこうちょっと変な感じですよね、熱がこもってるような、いや本当にそうなんです、慌ただしくて、なんか、一緒に働いている人たちのことが、同期とかがすごい大好きで、私は、いいことですね、そうすごい、あ、こんなに優しい世界あるんだって思いながら、いる感じなので、忙しくてもなんとか行っちゃったりするんですよね、そういう感じの人たちと一緒にいるから、なんか断りたくないですもんね、そう、せっかく誘ってくれたら、まあ、別に断ったところで関係性が崩れるわけでは一切ないし、なんだけど楽しい、純粋に楽しさに体がついていってないみたいな、気持ち的にはすごくいいんだけど体的にしんどいっていう、あ、ありますね、おー、めっちゃ響く、あ、響きますね、難しいですよね、こう充実感あるから決して嫌でやってる仕事ではない、全然本当にやりたいことなんだけど、そう本当に、体力って、体力にはね、体力は無尽蔵ではないですもんね、本当に精神力で生きるしか体力をカバーしてるみたいなところが、本当に楽しくって、うわー、そう、うわーとか言ってた、響くんですね、なんかあれで、なんかそれ、その前に働いてた場所も別にお客さんと話すっていうすごい大好きだった身があるんですけど、はい、あ、世界ってこんな優しかったんだって思いながら言える感じで、すごい幸せです、それは毎日楽しいって思ってます、素晴らしい、勉強はしなきゃいけないけど、いやー、ガツンときますね、きついですかね、痛い、めっちゃ痛い、すごい、すごく、なんか、何なんでしょうね、この辺のコリってそうなんですよね、お、結構大声が出ちゃうぐらいの、好きな方な感じですか、ちょっと苦手な感じですか、苦手ではないです、これ柔らかくなるのを知ってるので、はい、だけど、ちょっと強い痛みが結構強いですよね、すごい、はい、なん、うきーみたいな、はい、そうですね、結構ね、凝り玉がしっかりあるので、ああ、刺激されるとこう絶対に何かこれは形容できるものがあるはずなのに、ちょっと小さくなってきました、なんかめっちゃ痛いニキビ潰されてるみたいな感じ、あー、へー、あ、そう、なるほどね、あー、確かにちょっとわからんでもない、確かに確かに、あー、ニキビ関連のってなんか嫌なんだけどちょっと気持ちよさもありますしね、そうだって取った後楽だし、はい、なんか出したい、匂い嗅ぎたいみたいなのありますよね、なんか臭いんだけどなんかちょっと嗅ぎたいみたいな、なんか白いの見たいみたいな見たいっていう、だってあれおもちゃもありましたもんね、ミュルミュルするやつ、そうなの、知らないですか、なんか無限ニキビみたいな、なんか角栓ニュルニュルって
出すやつありますよ。そんなのあるんですか。ありますあります。なんかやっぱ押し潰す快感みたいな。なんか日本ってすごいなあれでも日本の商品なのかな。おもちゃでなんかシリコンみたいな、はい、気持ち悪いんですけど。もうすごい、もうどういう反応したらいいかわからんやりたくなる気持ちもわかるなみたいな。まあまあまあ、人のね、性癖に確かにそう、すごい、そうですね、性癖に近いような、やばいでも全然遅れてきてるから、さっきより痛み減ってきてないですか。痛みは減ってきてますね。ただなんか響きやすくはなってるかも、はい、さっきより、はい、そうですね、響く範囲が広くなってる。あ、そうです、そうです、そんな感じです、うん、おおって感じですよね本当におおって感じおお、なにこれって感じ熱いって気持ちになってきますね。なんか流れてきた証拠ですかね。あ、はいはいはい。そこすごいですね。冷たいです。冷たいか。あ、なるほど。左ですかね。左の方がね、うん、ありますね。くすぐったさが強いんですもんね。うん、うわぁ、ね、わぁ、これね、そこやばい。大丈夫ですか、きついですか。大丈夫です。結構うわぁっていうとこ多いと思う。うわぁだこの辺とかちょっとむくみが強いですね。取りにくいな。お尻がむくむっていう感じ。うん、尻周りむくんでますね。むくみやすいタイプ。むくみやすいタイプではあるとは、うん、そうですね、あると思います。水分がね、たまりやすい感じですよね。一番最初に言われたのを覚えてます、本当に。はい、本来 の、 その場所じゃない分、体的にこう逃しにくくなって、なるほどね、生粋の日本人と比べるとそうか合わないというかのがあるのかもしれないですね。本当に、うん、今日寒くなってますけど、ここ2日間あったかかったじゃないですか、はい、もうありがとうって感じで、やっとあったかい日だったと思ってて寒いの弱いって言ってましたもんね。本当に大丈夫ですもん、心がダメになって、あ、もうなんか筋肉が固まる感覚が自分ですごいあって、寒いとうーってなって、はい、めっちゃもう多分こんなにねダメになる必要もないんですけど、どうしてももう多分体質なのか、ね、本当になっちゃうんですよね。そうですね。わあ。
分節楽になってないですか？なってないです、ありがとうございます、はいはい、場所が取りやすくなってるので、うんうん、ちょっとこう締まってきたというか流れてきた。え、だって、はい、そう、明けましておめでとうございますですよね。あ、そうですよね、時期でしたよね、2ヶ月以上経っちゃってますね。うわ、押されてる感覚がしっかりある。あ、はい、結構ね、ふくらはぎ硬いですよね。うん、冷たくてごめんなさい。いいですね、ここですね。あの、怪我したっていうか、崩れ、はい、確かにひんやりしてますね。あ、ごめんなさい。全然全然。ちょっとこちらはまとめてトリートメントしましょうか。うん、ありがとうございます。本当に、うん、なんの、やっぱむくみやすいってことは滞りやすいってことですよね。そうですね。でやっぱ実際水分が多い、皮下に水分が溜まっちゃってる状態なので、うんうん、水があるとどうしてもこう冷たくなってしまいますよね。余分な水分がある状態になるので。両足なんですね、痛そうですね。そうなんです、大変でしたね。新しい靴を下ろしたばっかりで、なんかもう最近はずっとスニーカー履いて仕事してるので、はいはいはい、昔かなりヒールしか履かなかったじゃないですか、はいはいはい、そう言ってたんですけど、それはなくなったんですけど、うんうん、やっぱ新しい靴を買うと、うんうんうん、あの靴ずれが必ずしちゃうんですよね、うん、この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。 See you